おはようございます。デイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。本社でビジネス英語のレッスンを行っていらっしゃるときに、その5、6名であったり10名の人数の中で、あいつとこいつはなかなか、恥ずかしがって英語のスピーキングができていない、なかなか積極的にレッスンを参加していない、そういった方がいらっしゃいましたら、一度弊社のビジネス英語コーチングを受講されることをお勧めいたします。そういった方は、自分が間違うのが怖いんではないか、自分が笑われるのが嫌だ、自分が何か言ったことに対して自分がどれだけ英語力がないかって思われるのが、嫌だったり、そういった自分に対する矢印がたくさん向いてるんですよね。クラスに対して自分が質問することでみんなが再確認できたり、自分がしっかり積極的に声を出すことで自分のやる気をみんなに伝えよう、そういった形で周りに貢献しようという気持ちが足りない場合もございます。こういった点だけを見ても、どうやってその人の気持ちだったり気づきを新たに得るかっていうことが、ビジネス英語の習得に大きく貢献することがあります。で、そういった方が積極的になることで、さらにもっとできる方、積極的な方はさらにみんなのチームワークが良くなったり、積極的に伸びる方はどんどん伸びていくことがありますので、なかなか伸びていらっしゃらない、思ったように周りと比べてこう苦しんでいるようだ、そういう方がいらっしゃいましたら、一度弊社の英語コーチングについてお問い合わせいただければと思います。それでは失礼いたします。ご連絡をお待ちいたしております。